はい、こんにちはえっとね今日ちょっとねあのー、ニュースなんですけどもまあコロナでのね解雇がね6万6,000人に達してしまったっていうことなんですよね。うん、でねあのー、まあこの、まあ、コロナが始まってこの影響が現れるのが同時ではないんですよね経済に対する影響が現れるのが。だいたい こういうのって遅れて。やってくるんで結,結構ね。今ぐらいからポツポツとあのー、来てるんじゃないかなっていう気がしますよね。うん。結構まあ街とか歩いててもそのテナントになってたりとかあのー？あれですよね。秋の不動産が結構あったりとかしてますよね。うん。 なんで影響本格的な影響っていうのは、まあ、これから経済に対する影響っていうのはこれからなんじゃないかなっていうふうに、まあ感じてますよね、一応その感染者数とかそういうのは、まあ、ピークの時ら落ち着き始めてて、まあ、安定してきてはいるんですけどもあの経済の影響っていうのはちょっと遅れて出ますよね。はい で冬になってねまたちょっとこうもしかしたら人数がまた増えてくるんじゃないかっていうことを言ってる人もいるんでまあちょっとねまあ心配かなっていうところはまあちょっとありますよねうん。でね遅れてきてで株の方株とかそういうその日経平均とかねダウとかそういうのはまあ結構高い水準を維持してるんですよ。で結構 まあそうですね6月5月とか、まあ、そこら辺でもいろいろな、ね、株のアナリストとかそういったのがもう大暴落が来る大暴落が来るってずっと言って,る言ってたんですけど結局大暴落は起こんなかったですよね2万足来る2万足来る8月9月だって言ってたんですけども今日経平均も2万3000円中盤ぐらいを維持してキープしてるんですよね。 だからあのー、暴落くるくるくるってずーっとみんなっ言ってたんですけど結局来てないっていうことなんですよね、うん。だから経済の状況とその株の状況っていうのがもう今現時点一致してないっていう状況は結構もう続いてるんですよね。もし経済の状況をね予測反映していたら日経平均がもっと下がってるはずなんですよ。だから あの昔まあ大体一般的に経済の状況と日経平均と株の状況っていうのは比例代替してたんですけどももうその常識っていうのはもうあれですよね今年のこの今年から覆されたというかあんまり一致してない印象がありますよね。うん、なんであの経済の状況が悪いから うっていう予測はもう当たらないということでまあ現時点ね5月6月にもうほとんどの人が大「大暴落ボラックるだいって言ってたけど結局何にも今23,500でダウンも高い通順キープしてるんであんまりそこはもうね今相関関係はないないっぽくなってますよねあんまりね昔ほどうん。なんでその株っていうのはあくまでまあ下がるか上がるかの その予測であってそのどうあれですよね経済というよりは上がるか下がるかの予測でまあいろいろそのヘッジファンドだったりとかねいろんなところのそのまあ考えが反映しているっていうのがあ,ある強い色濃く出てるっていうことでしょうね。はい、でまああのアメリカ大統領選挙でまあトランプさんとバイデンさんが今。 立候補してて、まあ、どっちが勝つかによってもまあ影響するって言われてるんですけどもまあそこもどうかなわかんないですよね経済の状況そのそういうのがもうファンディメンタル的な要素いわゆるが影響するかっていうのはちょっと今の感じ見てるともう予想つかないですよねうん今までの常識だったら明らかに株価は下がってるような状況なんですけどねはいなんで今後はやはりその 経今今日ね今日の10月20日2020年10月20日の時点で介護が6万人超えたっていうのが出てきてるんですけども、まあ、より一層その経済の状況経済に与える影響っていうのは今後あの浮き彫りになってくるんじゃないかなっていうふうには分析しますよね。はいまあ、だからといってその株とかその投資関係の日経平均がどうなるかっていうのはそれにまあ 依存していくものではない可能性があるっていうことですね。はい、ということでね、あのーまあ、投資とかやってる方はねそのアナリストの,その意見を完全にうのみにしてしまうのはちょっと危険かなっていう今までとちょっと動きが違う感じがあるんでねなんとなくね、はい。ということでね今日はちょっとあのニュースについてね分析してみました。 何かねコメントありましたら遠慮なくくださいあのー、なるべく返すようにします、ね、すごいいいコメントくれる方ねいつもありがとうございますあのー、全部読んでますのであのー、なるべく見逃さない限りを返すようにしてますからうんどんどんくださいあとね分析依頼もねたまにくださる方ありがとうございますちょっと全部できてないんですけどこんなこと分析してくださいみたいなのもありがたいんでねはいということでねありがとうございますいつもまたよろしくお願いします